TNS ですね、予定です。2001年、2002年の全日本技術選手権大会2連覇、ですね、2連覇。そして、元 SGM の障害専門ストリーカー、現在はですね、先週まで全日本スキー連覇の、ジャッジですね、北海道に行ってきたと、昨日、おととい帰ってきたんだよっていう話をしました。大回りが宮下雅樹です。で、小回りが木袋美樹。2000年の全日本人選で3位に、なりましてですね、今年もまた選手でですね、北海道で滑ってきたんですね、スキー大好きなんですね、木袋さんですね、はい、木袋美樹が小回りです。ウェーブ、反射面のウェーブが入るか入らないかですね、選手皆さん、頭の中に入れておいていただきたいと思います。